大竹紳士交遊録、月曜日は経済アナリスト、森永卓郎さんです。はい、どうも。お願いします。さあ、今日まずあの、プレゼントのお知らせなんですが、うん、この度。またまたですね。うん、森永卓郎さんが、新しいご本をお出しになりました。タイトルは。 長生き地獄にならないための老後のお金対在これはですねあの私が今まであちこちに書き散らかしてきた老後生活のアドバイスっていうのをですね例えば年金だとか仕事だとか暮らしだとか節約とか、はいはい、家選びから相続もうありとあらゆるところに して、だーっとまとめ直して、最新情報に全部入れ替えてるんですけれども。<ー>あの、まあ、老後の百科事典みたいな感じです。はい、これを見れば、大体のことはわかる。ね。素晴らしい。す,すごい。私たちの大好きなポイントカードのこととかね。<laughs> ああ、そう。全部いろいろ。そうそうそう詳しく、詳しく。 ポイントはですねやっぱり男性の場合今日本で健康寿命って72歳なんですよなら私でいうともうあと7年しかないわけです私でいうと今リミットです今ちょうどリミットでだからもう金金金で無理して嫌な仕事をするよりも 残り時間を楽しく過ごすためには、どうしたらいいでしょう,う,そう,そう。ありたいですけどね。対策すれば、二千万なくても、大丈夫ってこと。大丈夫年金だけで、何とか暮らせるっていう。いねええ、ただ、あの、都心で、大きな。 マンションに住んでると不可能なんでまあそこは住まい選びも含めてですねつつましくも楽しい人生を作るための設計図でもあります非常に見やすいまとめになってます長生き地獄にならないための老後のお金大全今日は森永さんのご好意によりゴールデンラジオを機能型5名様にプレゼントしますご希望の方は森永さんの本希望と書き添えて、はい 番組宛にメールかもしくはファックスをお送りくださいメールは、うん、ゴールデンアットマーク JOQR.netGOLDEN アットマーク JOQR.net ファックス0354031151、うん、ご住所お名前と県名のところに森永さんの本希望と書いてお送りください音声ちゃん,、ね、さんエンディングで発表します めんどくさかったら、盛りたくの本くれ。短くね、短い本がいい。そういうのでいいですか。ら分かれば大丈夫です。お願いします。はい。ということで、ええ、内容が長くなりましたけど、ちょっと今日はですね。専門ではないんですけれども、安全保障の話をしたいと思います。で、このロシアによるウクライナの。えまあ、武力侵攻がですね。当初の予想では、まあ、一週間も。 立たずにキエフが陥落してウクライナは降伏するだろうっていう見立てが圧倒的に大きかったんですけど、はい、その予想を裏切ってもう1か月以上ずっと抵抗を続けているんですね。でしかもこのウクライナ軍はロシアの本土を一切攻撃してない、うん、もうずっと自分たちの国を守るんだっていう戦いを続けてきているわけです。はい、で日本はててて言っっきたかっていうと、うん、防衛 はい、えあの他国を侵略することはしないと、はいえー、ただ自分の国はちゃんと守るんだっていうふうに言ってきてある意味で、うんうん、これはあの日本の選手防衛を考えるための一つの手本になるんじゃないかと私は思っているんです。うんはい うん、で実はですね、えー、私はあのテレビ番組等で、うん、今までこの安全保障論ではボッコボッコにされてきたんですねんあの。私は何て言ったかっていうと例えばベトナム戦争の時になんでアメリカが敗れたか、うん、それは、うん、ベトコンっていうゲリラがいっぱいいてアメリカもそれを全部やっつけることはできなかった、はいえー、これも と前で言うと、うんえー、太平洋戦争の時にですね、えー、ナチスドイツがもうパリを占拠したわけですよ、はい、圧倒的な軍事力を持ってたんですけれども、うん、このパリ市民がですね、うん、レジスタンス運動っていうのをして、うん、みんなでそのアパートの窓を開けて、はい、そーっとそのナチスドイツ兵をですね、うん、バンバン撃ったわけです。うん、でこれはもう 手に負えないわけですよ。こう侵略をしようとする人にとって、うんうん、だから私はあのそのテレビでですね、ならずもの国家が侵略してきたときは国民全体でゲリラとなって、うん、徹底抗戦をしよう。うんうん いいう主張をしていてえこれは大滝さんも多分目撃されていると思うんですけどそしたらその安全保障の専門家がですね「お前な時代錯誤の話をするんじゃねえぞ」今戦争っていうのは超ハイテク戦争になって いるんだから、はい、そんななお前みたいにもう,、えー、もう最後武器がなかったら竹槍で戦うバ,バカかとお花畑かお前はみたいにめちゃめちゃ怒って森永さんは攻めてきたら竹槍で戦うんだと <laughs> いや何もなければ竹槍ですよ <laughs> えなんかあれば、うん、あの対戦者法とかくれるんだったら私は打ちますけど、うんはい、なかったらもう最後は 竹槍でも戦うんだってやっぱ意味合いとしてはそのなんていうかあの地下に潜るとかゲリラとかそういう意味合いのことをおっしゃってたってそう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 、はい、だから、うん、あの私が言いたいのは自分の国は自分で守らないとダメでしょって。 っていいいうのを言いたいんです、うん、でところがですね、うんはい、そうじゃない人っていうのは、うん、例えばこ,んこの事態を受けて、うん、今国際情勢が緊迫しているから、うん、その例えば、うん、日米安全保障条約をさらに強化して、うん、核共有論核共有とか、うん、あるいはその集団的自衛権の全面、うんはい 行使、うんえー、つまりアメリカが戦争したら全部自衛隊を出すんだ、うん、で、その代わり日本を守ってもらいましょうねっていう人がどんどん増えてるんですけれども私はそれは違うんじゃないかな逆な言い方するとアメリカと仲が良くなればなるほど今度はアメリカのやる戦争に日本が、うんうんうん 巻き込まれていく可能性が大きくなってきた。そうなんですね。うん、あのロシアはもちろん今間違えてるんですけれども、はい、アメリカも間違えるっていうことはあって。そうですね。例えばイラク戦争の時に何んて言ったか。 言うと、イラクは大量破壊兵器を保有しているから、それを取り除くために米軍が攻めるんだと。で、こう中入ってって調べたら、何もなかったわけですよ。で、これもしね、集団的自衛権の完全行使をしてたら、自衛隊がその過ちに乗っかることになってたわけですよね。で、もう一つ、その本当に追い詰められた時に。 アメリカが守ってくれるのかっていうことに関しても私は大きな疑問を持っていてですねなぜかっていうと実はその旧ソ連が崩壊した時にウクライナはいっぱい核兵器を持ってたんです。その核兵器を取り除く化 するために、1994年にブダベストメモランダムっていうブダベスト覚書っていうのをえ結んだんです。それはウクライナと実はアメリカも入ってるし、イギリスも入ってるし、なんとロシアも入ってるんです。で、これらの国々はウクライナの安全保障を協力して守るって署名してるんですよ。 うん、証明してるのにロシアは裏切ったわけです完全に、はいはい、でアメリカとかイギリスは例えば武器の供与とかはしてるけれども米軍とか英軍の、うんえー、戦闘機だとか戦車が入ってったっていうことはないわけ。 それはもうちょっとロシアがそこまでやったら最後は核とか化学兵器を使うかもしれないからそこまでは協力できないうんでもでも安全保障を守るっていうふうに約束してたじゃんって私は思うわけですだからウクライナは核,核をなくした。そう 核をなくしたら、うん、<laughs> 一気にやらない,いや核を持てって言ってんじゃないですよ、うん、だけどみんなで守りましょうねって約束したじゃん、うんうん、だからねそのこの約束っていうのが本当に守られるのかなら、うん、じゃあ例えばですね、うん、あの北方領土のねロフ島とか 国後島にはもうロシアは軍事基地を作ってそこにミサイルとか配備してるわけですよでそれはどこ向いてるかって言ったらそれをう公式には言ってないですけどもう明らかに日本に向かってきてるわけですねでそこからどーっと日本に攻めてきた時にじゃあ本当にアメリカが守ってくれるのかっていうのは。 私は100%は言えないんじゃないか、なもちろん日米安全保障条約のがそが覚書より強いのは事実ですけど、だってそこでアメリカが入ってきたら、第三次世界大戦になっちゃうっていう事情は全く一緒なわけですウクライナの今も、今そこでアメリカとか NATO が入ってきたら、そこで第三次世界大戦のなる目ができちゃうからいけないっていう説もありますからね。 だからねでやっぱりその日本を守るっていう機能は私は必要だと思うんですけどそれをまずアメリカに任せようでその次に自衛隊にに任せようううっていう風に言うわけですねで自分が守るぞっていう人ってすごく少ない。 うんですよ、うん、なんでかなってウクライナの人たちはあんなに頑張ってるのに日本は私はもう全員をねその徴兵して、うんえー、戦闘員に当てろなんて全然思わないですけど、うんうん、戦える人は戦うべきなんだと。うんうん 戦戦いいた人はううべきだと思んですよねその時が来たらっていうその時が来たらですよ普段は平和でスイスなんかそういうふうにしてるみたいですよね。でそういうことを考えたら防衛費って何千億円もするイージス艦を買うとかそういうことに使うんじゃなくていざとなったらみんなが対戦車砲とかですね対空ミサイルとか ドローン攻撃機とかそういうのをみんなが使った方が私は強いと思うのでそっちに予算を移した方がいいと思うんですけどしかもスイスなんかはどのうちもちゃんと地下号が整っているとウクライナもありましたよウクライナもみんな地下号とかそういうのを空持ってるとうちの近所で地下号あるうちに危険もない全然ないですよね日本って。 俺結構森永さんの意見にまあ全面的に賛成なんですけど1つだけちょっと疑問点があるんでそれはまあそうやって地下に潜ってレジスタンス地下活動続くという形をとりますよね。もちろん、まあ もう本当はロシアみたいなあんな暴挙は許しちゃいけないっていう世界中の約束がちゃんと守られるっていうのは大事なんだけどそうじゃない時が場合があるとそうなってくると今ウクライナがやってるようにレジスタスになってそれで長引けば長引くほど人々の命が失われていくとまあこの問題はどうしようもないのかなとででもそこ負けちゃうと、ん。うん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  シベリア抑留再びになっちゃうんでうん私らの世代ってシベリアから帰ってきた人いっぱいいるじゃないですかいやいやいご意見はよくわかるんですけどまあ、ね、まあ要するに日本を守るということの方向性を間違えるなと、うんはい、今でもその,、ねうん、そのようなことが近くのところで行われてるってことですもんね。うんうん、はい はい、ありがとうございました。明日は武田砂鉄さんがいらっしゃいます。お知らせの後は交通情報です。